無機質で、ただのものだと思ってた。命吹き込み、愉快に動く。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。スマホやタブレットに搭載されているカメラの性能が向上して、誰もが手軽に動画を撮影できるようになりました。そのため、楽しく面白い動画などを撮影したり、撮影された動画を視聴していることでしょう。そんな動画の中で、鉛筆や消しゴムなどの文房具、キッチン用品や野菜などが動いている動画を見かけることがあります。これはパラパラ漫画のように静止画をつなぎ合わせた動画で、ストップモーションアニメと呼ばれる種類の動画です。そんなストップモーションアニメを作成するためのアプリが、ストップアニメーターです。難しい設定をしなくても、写真を撮影してつなぎ合わせるだけで、簡単に動画を作成することができるんです。もちろん、細かいフレームレートの設定もできますよ。今回の短歌は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報を、ウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、短歌部でした。